はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビッシュです。では今回は英読のじゃないですね、ハーツオブアイアン4、都道府県元千葉県プレイ続きをやっていきたいと思います。で、前回まではですね、静岡攻略して愛知に攻め込もうかなと思ってたんですが、やっぱりね、愛知大国ということもあって、ロケハンの結果愛知とやり合っても人的資源の消耗が激しすぎて長期戦になるということが分かったので、まずはその愛知の周辺を固めようということで、一転して岐阜の攻略戦、岐阜との戦争を始めています。で、今のところね、岐阜も結構固くてじわりじわりというところなんですが、それでも確実に、岐阜にね迫っているという状況ですので、このまま続けていきたいと思います。で、研究の方はですね、新しく入れているものとしては、まずロケット砲の改良2、それと中型戦車の3を入れてますんで、やっぱりね陸軍中心というところになっています。あと戦争への貢献度、千葉がね頭一つ抜けている状態なので、このまま抜けた状態でフィニッシュして、岐阜に対する影響力っていうのを、大きくね、保持していきたいなというふうに思います。では戦争の続きやっていきましょう。はい、ここで、ギフトの戦争終わりましたね。じゃあもうここも傀儡国にしていきましょう。愛国派ギフ、新たな愛国派ギフが生まれたので、じゃあこの後は軍をね、いよいよ次期目標ということで愛知県の攻略、ここにね、注力をしていきたいと思います。じゃあまず早速ね、軍の展開からしていきましょう。やっぱりね、この東海の雄、名古屋、要する愛知、この攻略なくしてちょっと先には進めないでしょうというところなので、ここはしっかり愛知攻略のためにいろんな方面からね、攻略部隊を送れるように、包囲網ですよね、まさに包囲網、これを形成していきましょう。で、主力のチーバ君、このチーバ君をどっから送り込むかなんだけどな、トヨタ付近に飛行場があるので、まずこの飛行場の占領を最優先にしましょうか。で、ここに来て、装備も一応一通り揃ってはきましたかね。じゃあ産業工業あたりにちょっとまた研究内容を振っていきます。で、忘れないうちに岐阜にね、飛行場も建てておきたいと思います。もう本当に愛知上空の制空権、これを完全に収めるというところですね。またあと航空機の数がね、そこまで揃えられていないという実情もあるので、まずはこの辺りでね、しっかりと物を投入できる下準備だけはしておきましょうか。で、改良型の野戦砲ですね、これが新しいものにマイグレーションできますので、早速改良アップグレードをしておきましょう。3にね、
であとは忘れないうちに愛知県に対しての宣戦布告、これの準備も進めておきます。125日か、まあ4ヶ月、まあ、4ヶ月あれば戦闘準備は十分に整うかなとは思いますんで、愛知の包囲網、これをねしっかり、やっていきましょう。でまあ陸海空からね、もう攻略を行っていきますんで、もう本当に負けられない戦いにはなるんですが、愛国派岐阜、ここに置いてある飛行機、これもちょっと考え直した方がいいかな。そうね、愛知方面へと振り向けていきましょう。ではこれでまた時間を進めていきます。はい、ではちょっとだいぶ時間がかかりましたが、ここで、愛知県に対して宣戦布告が可能になりましたので、早速、ね、宣戦布告していきたいんですが、まず軍備という意味では、第1軍から、第7軍まで投入する予定で、愛知県をぐるりと取り囲むような形で3方向から攻めていきたいというふうに思っています。でまあ、海上封鎖という意味では、まあ、愛知県の、ね、近海はすべて、抑えてあります。であと制空圏という意味では、愛知県の近く岐阜と静岡に飛行場を増強してまして、まや約1000機前後の航空機が愛知県付近で展開中という状況ですので、万全を、ね、期したというところなので、満を持して、改正に踏み切っていきましょう。愛知県ね、本当に硬いんですよね。もうここは同盟国を呼び出して一気に愛知県をね、もみ消していきます。愛知県の硬さはね、本物ですからね。まあ、ただロケハンをした時は、まあ、帝政静岡との国境のみに軍を展開して、そこからね、強行してたんですけど、これだともう無理だというのがよく分かって、先にね岐阜を攻略して3方向から攻めるという形に変えて、かつ航空戦力ですね、これも大増強をかけているので、まあ、サクッと今のところね進んでいそうな感じがしますね。このまま愛知を飲み込めれば、京都大阪あたりまでは、まあ、敵なしという状況でいけるかなとは思ってます。愛知の硬さという意味では本当に硬くて、ちょっと進んでは戻されて、ちょっと進んでは戻されてということで、本当にあっという間に人的資源が枯渇をしてしまったというのがロケハンの結果だったので、今回ね3方向から攻めるっていう形にしたのは正解でしたね。愛知県、おそらく岐阜との国境よりも静岡との国境の方に軍を多分集結させていて、ここがなかなか突破できなかったんですが、愛知県沖、愛知県攻略にあたっては岐阜の方からだとね、ご覧の通りまあ、サクサクと勢力を伸長できているんで、まあ、今回岐阜の方から部隊を進めたのは正解だったかもしれないですね。で肝心になってくるのがこの戦争での貢献度なんですが、今のところ帝国制千葉が抜けてるかな。これ見てもちょっと恐ろしいのが群馬帝国でね、
師団数344、工場367っていう数持ってますからね。これ愛知県は確実に取っておきたいよな。お、早いね愛知県攻略。ここは全ての州を割譲したいけどそれには及ばないか。どこまで割譲が進むかだな。まずは名古屋は欲しいよね。トヨタも欲しいよな。となるとトヨタから名古屋にかけてというところになるかな。まずトヨタ、名古屋まで取れるかですよね問題は。ん、取れそうだな。でさらに。どこを取るかだな。残りの要は貢献度を考えると取れるのが知多かな。いやでも知多だったら資源のある春日井取りたかったけど春日井は取れないね。となるとやっぱり知多になるのかな。ただ知多だとまあ知多だな。結局飛び地になるときついんで知多にしましょう。まあ一部だけどうしても取れなかったけど春日井は逆に取れそうですね。春日井取れれば油が取れるんで、まあ愛知は本当にね分割されちゃいましたね。愛知名古屋帝国ちょっと残念な感じになったけど、じゃあ早速この帝国設置馬領に新しく組み入れたこの旧名古屋領なんですが、ここにはそうだな、半分に割って何がしたいかというと、この新しい旧名古屋領の帝国整地馬領はおそらくレジスタンスの活動が恐ろしく活発になるんじゃないかなと思うので、レジスタンス対策のためにちょっと数は足りないと思うんですが入れます。で次の目標をまあ、三重から滋賀奈良を通って京都大阪との戦いに進むか、それともね、いよいよ満を持して北の近いとの戦争に入っていくかと、ちょっとね難しい判断になるかなと思うんですが、まあ一旦は軍を集結させているという手前もあるので、まあ三重、この辺りにね職種を伸ばしていこうかなというふうに思います。じゃあ早速三重に対して、もうね本当戦争バカみたいになってますけど宣戦布告のね準備を、早速していきましょう。ただこの三重もね攻めづらい雰囲気あるんですよね。すごく155日かかるか。まあ、155日あれば逆にだいぶゆとりはあるかもしれないですね。で、軍事工場、海軍工場ともにだいぶ数は作れそうですね。やっぱり愛知取ってよかったね。ここは割譲させて正解だったと思います。問題は資源だよね。資源がねちょっと全然足りてないかなっていう感じはあるんで、
この資源の足りない分を、まあ、どう補っていくかかな。そうなるとちょっと余裕があるんで、なんか違うもんも作りたくなるよね。そうだな、まずは輸送機、さらに戦術の爆撃機、これも作ろう。鉄が全然足りないね。鉄をこんだけゲットできるかちょっと疑問だけど。で、艦上の戦闘機はもうちょっと増強しておいて、艦船も、うん、攻撃機も増やしましょう。で、おいおいっていう意味で言うと、重戦車も作っていきたくなっちゃうので、重戦車も作りましょうということで、重戦車を作るまでの間は、中型の戦車の増産をしておきましょう。どうせ、中型の戦車、作る上では、鉄がね、圧倒的に不足すると思うので、それを賄いましょうかというところですね。で、あとは、ここまで来たら戦艦とかも欲しいんですが、戦艦を作る前に、ここもね、数としては、母艦を作っておきますか。いや、海軍はこれ以上増強の必要はないんで、輸送船にしましょう。で、足りないもの。鉄が全然足りないな、61か。鉄の61って輸入ができない気がするな。まあ一応確認していきますか。あとは、そうだな、数として持ってるのは石川県とか結構数持ってるんで、これも持っていきたいけど、輸送船の数が足りないね。いやでも本当に愛知県こんなにあっさりいくとは、戦略を変えるだけでここまで変わるんだなっていうのはちょっと驚きだな本当に。で、問題は資源だよね。岩手県か、岩手県と戦争するわけにいかないからな。輸送船を使わなくて済むところにしたいんで、鹿児島、ここも輸送船使わないね。これでだいぶ余裕はできたかな。で、軍の展開もしておきましょう。まあ、三重に関しては強襲上陸っていうのも一つの手ではあるかなっていう感じはしますけどね。こうやって見ておくと。まあ、本当に、ちょっと厳しいかなっていう感じはするね。こうやって見ると。軍の展開できる、まあ、量とかっていうのを考えた場合に。そうなると滋賀県に対してもここは宣戦布告をしておいて、二正面戦争しちゃおうかなっていう、まあそれがまた破滅への一歩を導く可能性があるんですけど、ここはまあ軍を数持っているっていう、まあ利点を最大限に生かしたいので、滋賀県に対してもこれは宣戦布告していきましょうか。まあ、本来だったらね、これまた福井とかを取っておいて、福井方面から軍をね、進めていくっていうのも、すごく魅力的な案にはなるかなと思うんですけどね。もう今や群馬よりもね、強権化が進んでますからね。
やでも本当に愛知県ここまでサクッと取れたのは大きかったですね。では今回ちょっとね愛知県本当に戦略がハマったかなというところなんですが、この後はまた三重滋賀と戦争して一旦大阪京都、この辺りを平らげて、北の近いとの戦争に、戦力を、ね、振り向けていくという形に変えていきたいと思いますので、今回はじゃあ一旦ここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。